タンデンワーク一緒にやってみませんか？ちょっとお伝えしたいと思います。娘にお伝えした方法なので、ちっちゃい子にもわかると思います。じゃあ今みんながどういう状態かわかんないけど、まあ、座ってると仮定して伝えますね。で、おへその下あたりに、これからみんなが息をって吸ったら、風船がお腹の中に入ってて、360度息をって吸ったら、プーって膨らむイメージをしてください。いきますよ、皆さん。はい、吸って。はい、お腹の下の、おへその下の風船がぐーっと大きくなるよ。そして、息を吐くと、その風船が、シューって小さくなります。で、小さくなった時に、お腹の風船の真ん中あたりに、キラキラ光る宝石が見つけられます。それを見つけてみてください。もう一回息を吸います。風船が大きくなるよ。吸って、はい、自分のタイミングで吐いて、宝石見つかったって思うまで息の呼吸を繰り返してみてください。風船を大きくしたり小さくしたりして、自分のお腹の下っ腹の方、おへその下あたりにある真ん中あたりに見えてくる宝石を見つけてください。じゃあ宝石が見つかったらそのままキープね。次にもう一つ宝石を見つけます。だいたい、E あたり。E あたりを、ここをもう一度膨らませて、息を吐いたらまた小さくして、さっきと同じ方法で宝石を見つけます。キラキラ光る宝石を見つけてください。息を強く吐いた時に宝石が見つかりやすいです。いきます。息を吸います。360度膨らんでいくよ。吐くと、強く吐くと見つけやすい。風船小さくなるよ。はい、見つけられるまで繰り返して。はい、見つかったかな？で、上の方の宝石と下の方の宝石をつなげます。パイプみたいにつなげます。はい。つながったら、その後、おへその下の方にある宝石を、さらに地球の真ん中のマントル、マグマがいっぱいあるところ、あそこに意識の中でつなげてください。はい、つながったかな？んで、お手手を上に上げてください。上に上げます。で、この時に、背筋は伸ばしてください。背筋ピン。はい、この状態で意識しながら背骨、背中の骨には、ちっちゃい骨がこうやって重なっています。この隙間に、ふーって、空気入れるみたいに、ちょっとずつ入れててください。だから、ずーっと伸びる感じだね。はい、伸ばしてって。一個一個、骨と骨との間に空間を作ってください。はい、作ったらお手手を下ろして、そしてこの手を右と左にピーンって伸ばして、中指と人差し指からピーンってこう出す。何かエネルギーをピーンって出して、一番遠くまでもう壁突き抜けてドーンってエネルギー飛ばして、右、左の方も中指、人差し指からエネルギードーンって壁を貫いて、グッってエネルギー出してください。はい、お腹のジュエリー繋いでるの忘れないで。はい、全部繋がったかな？まっすぐな線、横の線、ピーンって繋がりましたか？はい、これで手を下ろします。これが、この後、子供と、あら点滅してる？押し相撲をすると、めっちゃ強いですよ。うちの娘、
押し相撲好きだから押し相撲しようってやったら、今までトーンってやったらグラグラグラってなってたのが、トーンってやっても軸が全然ブレないからすんごい強くなってたの。